皆さん、ハレルヤ。みんな会いたかったです。1週間元気でしたか？今日もイエス様に素晴らしい礼拝を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。イエス様を愛します。愛する心でイエス様に礼拝を捧げます。子供たち一人一人と共にいてください。イエス様が喜ばれる礼拝になりますように導いてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ皆さん立ち上がってください。主を喜び讃えます。私を愛され喜び讃えます。誰にも比べられない愛、素晴らしい主の愛。十字架の上の主イエス、命をくださった。私を愛される、主を喜び讃えます。私を愛される、喜び讃えます。誰にも比べられない愛、素晴らしい主の愛。十字架の上の主イエス、命をくださった。私を愛される、主を喜び讃えます。time
御言葉を聞く準備はできてますか？じゃあ今から御言葉を聞きましょう。じゃあハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ。ハレルヤ。それでは今日神様がくださる御言葉を一緒に見ましょう。今日の御言葉はサムエル記第一16章6節から7節の御言葉です。サムエル記第一16章6節から7節の御言葉です。じゃあそれでは一緒に読みましょう。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。アーメン。今日の本文の御言葉を見て、行動で証明しましょう、行動で証明しましょうというタイトルで恵みを分かち合いましょう。今日のね、本文の内容はこういう内容です。ちょっと説明をいたします。ね、神様が預言者サムエルに、これから私が王様を選んで、その王様に油を注いで、後に本当の王様として立てる計画がある。だからサムエル、あなたはエッサイという人のところに行って、そこで王となるものを見つけて、その人に油を注ぎなさいと言ったの。それでサムエルはエッサイという家のところに行きました。そこには8人の息子さんがいました。でサムエルがエッサイのその家に行って、あなたの息子たちを連れてきてくださいと言ったの。それで、ね、これから王としてなる者がいて、神様が油を注ぎなさいと言ったのですと言ったの。それでエッサイが子供たちを、つまり息子たちを自営に呼んだわけね。その時に一番目立つ人がいたの。それは長男のエリアブという人でした。でサムエルがエリアブという人を見てね、びっくりしたの。うわー、立派だな、背だけも高いし、顔もイケイケイケメンだし、さすがにこの人は王として油を注がれにふさわしいものだ。きっとこの人が神様がおっしゃった王として油を注がれるものだと、さすがだなと思ったの。でもその時に、なんと心の中で神様の御声が聞こえてきました。それが先ほど一緒に読んだね、本文なんです。本文で神様が何と言ったの？そのエリアブの音を見てね、あなたは彼の容貌、つまり顔立ちとかね、見てはいけない。背が高いということを見てはいけない。人はね、人の見かけ、顔を見るんだけど、私は人の心を見る。私は彼を退けてると言ったわけね。びっくりしたんだよね。神様が、なんとこのエリアブという人をね、私は彼を退けてる、退けてるっていうことはね、私は彼を認めないっていうことなの。もう関心ない、もうあっち行けって意味なんだよね。ショックだよね。とってもハンサムでね、背も高くて、とってもねイケメンなのにね、神様がもう関心ない、もうあっち行けって感じでね、退けてるとおっしゃったもんだから。なぜ神様はこのことを言ったのかというと、ただ一つ、私は人の心を見るからだと言ったの。つまりこのエリアブのその心の状態が、神様が見てよしと思わないものがあるということなの。よくない。それは何なんだろうかね。イエス様がパリサイ人やね、律法学者、そしてユダヤ人たちがね、一生懸命聖書を読んでるのを見たの。でイエス様がね、あなたは聖書の中に永遠の命があるってことを知ってて、一生懸命聖書を読んでいる。しかしその聖書が私について書いてあるんだよ。つまり聖書に書いてある永遠の命、神様は私のことだよって言ったわけね。
でもその時にイエス様が律法学者やパリサイ人を見て、あなた方は永遠の命を持ちたいと思って聖書を読んでる、でもそれは私自身で書いてるんだけど、あなた方は私のところに来ない、ただし私はあなた方の心の中に神を愛する愛がないことを知ってるって言ったの。つまり神様はね、この人の心の中に神を愛する愛があるかどうか、それを見るんだって。それでイエス様はね、じゃあ人の心を、神様の愛があるかどうか見るっていう、つまり父なる神様も同じだよね。じゃあ神様が人の心を見るって言ったんだけど、実はこのエリアブという人がね、遠い人なのか、よく分かるところがあるの。それはね、旅でがね、お父さんのお使いによって戦いに出ているお兄さんたちにこのおやつを届けなさいと言ってね、旅でがそのおやつを持って戦いに出ているお兄さんたちのいるところに行きました。でそのところに行くとね、なんかところがうるさい声が聞こえてるの。何の声なんだろう。 でっかいよね、ジャイアントゴリアテがね、立ってね、おいイスラエルの君たち、君は神の民なのか、じゃあ神の民ならじゃあ俺と戦ってみようじゃないか、俺を勝てばうち者はみんなに従う、でもお前らが負けたらお前は私たちの奴隷になるんだってね、誰もいないのか、臆病だな、君たちの神は生きてるのかっていう、本当に神様生きてるのかってね、バカにしてたんだよね。これを聞いてね、ダニエル旅でが怒り出して、一体これが何者で、よくも神様の民をバカにしてて、神様も侮辱することを言う、この男は誰なんだ、この男をね打ち倒す者にはどうしてくれるんですかと民に聞いたの。で民たちがね、そのゴリアテ打ち負かす人はサウロがたくさん のお金をくれるし、いいものをたくさんくれるんですよって言ってね、ダビデがそうかと、そう思った時にいきなりね、後ろでね、そのアニエル、アブリエル、アニエルがね、例えばお兄さんいるでしょ、そこにお兄さんがエリアブが現れてね、おいお前はなんで羊飼いをね番をせずに、なんでここにいるんだ、羊はどこにあるんだ、俺はお前の心を知っている、お前は傲慢なもので悪い心を持っているんだ、俺らが戦いするそれを見物しに来ただろうと言ったわけね。ダビデは今巨人のゴリアテが神様の民であるイスラエル民たちをバカにしたり、神様のことをね侮辱してる、怪我してることを見てね、怒ってね、ああいうものは一体ないもので、神様のね民をねねバカにするなんて許せないって言ったのにね、それを見てね兄が怒ったわけね。ダビデが怒ったのは、自分が愛する神様の名前をねそういうふうに侮辱し、本当にバカにしている、そのゴリアテということが許せなかったの。だって私の大好きな神様なんだ。皆さんもそうでしょ、皆さんの大好きなお父さんお母さんをね、人々が悪口をしたりバカにしちゃうとすごく気分悪いじゃない、怒るでしょ、同じなんです。それで怒っているのに、そういうふうに怒っているそのダビデの気持ち、神様を愛する気持ちが分からずに、そのお兄さんのエリアブ長男ね、立派な顔立ちね、その人が怒ったわけね。お前は傲慢だとかね、それはなぜそう言ったとか言うと、出たんでるからすらの。だってダビデがね、偉そうなこと言うというのをそう言ってね、出たんでね。じゃあそんなにエリアブが自分がね偉いなら、じゃあ神様を愛してるならば、自分が出ててゴリアテと戦えばいいんだけどね、戦うこともできずに、ダビデがねゴリアテのことをね怒っているから、それを見てね自分が戦いに行かずに、ただ殿でどの子の文句を言ってるわけね。つまりダビデは神様を愛する心があるから、神様の民たちがバカにされていることが許せない、自分が大好きな神様のことをね本当にそういうふうにね無視することが許せなかった。でもこのエリアブは心の中に神様を愛する心なかったの。もし神様を愛する心があったならば、ダビデそうだね、僕たちはちょっと怖くてねこうね隠れてるんだけど、ダビデはすごいよね、末っ子で年も若いのにすごい、
本当にそうしてあげるべきなのに、ダビデのことをねバカにしてたんだよね、傲慢だとかね。だから神様の愛する心がないの、ただ自分が気分が悪くなっただけ、ね、で神様がその心を見たの。だから彼がいくら顔がハンサムでね、おしゃれでもね、そういうものはいらないというのは神様は心を見るから、この人の中には神様を愛する心がないことを知ったわけ。でも旅では神様を愛して神様のことをねバカにしてる人に対して怒った。それを見て神様は旅での心に神様を愛する心があることを知ってて、この旅でを選んで油を注いで王にしたわけね。皆さん、心にはね、神様を愛するならば本当はね、神様のために何でもするんだよね。だから皆さんがね、僕はイエス様のこと愛してるよ、神様のこと愛してるよと言いながらも、あまり礼拝捧げたくないなっていうならば、本当は神様のことを本当に愛してるんだろうか。祈りを捧げてない、皆さんが大好きな友達がいるならば、いつか友達に行っておしゃべりしたいでしょ。祈りというのは神様と会話なんだよね、お話しすること。それをしないということは愛してないということ。すると皆さんね、皆さんがね、心なく愛していると言いながらも、実際に行いでは祈らない、礼拝も好きじゃない、そういうふうにあまりしていないと、それは神様の前で認められない。あのイエス様がね、ちょっと怖いお話をしたの。私を見て収容しよう、イエス様と呼んでいるね、民の中で、父なる神様の御心を行わない者は天の御国に、天国に入ることができないんだよと言ったわけ。つまり口だけで神様愛してます、イエス様愛してます、私があなたのこと好きなこと知ってるでしょうと、ダメというと、愛してるならばちゃんと心を決めて礼拝を真面目に捧げること、それが神様を愛しているという証拠なんですと、手を挙げて神様に祈るイエス様の名前で、それが神様を愛している姿、それを見て神様が、あ、この子は私のことを愛してるんだな、私の言葉をちゃんと聞いて守ってるんだな、よし とっても喜んで天国で待ってくれるわけね。だから皆さん、口先だけで愛してる、イエス様信じてる、ダメ、実際に愛してることを見せてほしいんです。ですからこのように礼拝を真面目に捧げる、お祈りをすると、聖書に書いてある御言葉を守る、いつも喜んでいなさいと書いてあれば喜ぶ、そして友達を愛しなさい、怒ってはならないという、そういうことを守ること、それが主を愛する証明、証拠になります。いいですか。口先ではなくて、心だけじゃなくて、行いをもって愛を証明し、神様に喜ばれ、みんな天国でイエス様と永遠に生きる、そのようなアガペ教会になること、教会の皆さんになること、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。じゃあそれでは今日一緒に祈りましょうか。今日はちょっと怖い話かもしれない、愛してるならば愛してる証拠を見せてくれと神様がおっしゃってるから、これから心だけじゃなくて、言葉だけなくて、本当に愛していることを主に見せます、御言葉を守りますと、この時間一緒に祈っていきましょう。そうです、神様、本当に口先だけではなくて、本当に心だけじゃなくて、イエス様を、神様を愛しているその心を行いで証明する、本当に見せていく、本当に子供たちになるように導いてください。本当に主よ、愛しているならば従っていきます、そういう子供になります。神様、今日子供たちが、愛というのは心だけで、言葉だけではダメだということが分かりました。大好きな人のために体を動かす、行動に移す、移すことを分かりました。このに愛を証明していくことを誓って祈った子どもたちを祝福し、本当に愛を行動で証明することができるように祝福してください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。
アーメン。それでは神様に献金を捧げます。イエス様、御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。イエス様、受け取ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは教会からのお知らせです。皆さん、マリアちゃんが幼稚部から小学部になりました。3月から一緒に小学部で礼拝を捧げることになりました。皆によっておめでとうございます。それでは捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、今日子供たちが愛する心を込めて、信仰を込めて、大好きな神様に捧げ物を捧げました。捧げた子供たちの将来を、未来を祝福してください。豊かに満たしてください。感謝し、イエス様の御名によって祝福し、お祈りします。アーメン。それでは主の祈りを持って礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではすべての栄光を神様に返しましょう。